ういう。でかいな。おお。来まして。来まして。おめでとうございます。ねねチューブ。ということで妹に会いに、カナダの、バンクーバーに今回は旅してきました。 Hi Hotter。 冷た、全然見えないネイル、もう一回見せて。ピントが合わせるの大変なんだよ。あ、全然ピント合わない。あったあった。え、かわいい。いや、寒いと聞いてね、ビビって厚着してきたんですけど、暑すぎてヒートテックになりました。かわいい、キラキラ見て。違う、到着してこれからホワイトホースに向かっていきたいと思います。集合の時間まで待っております。誰の帽子？誰の帽子？あれ、ねねはこの飛行機の中でもらったジャンククッキーがマジで美味しかった。飛行機の窓を見たらね、ナルニア国物語が広がってました。お、自動だ。わあ、すごい。なんとイエローホースに着きました。イエローホースじゃない、ホワイトホース。ユコン、ユコン、ユコンに着きました。イエーイ。 No thanks。横かな。あ、いい、いい感じ。なんとこちらインディペンデントというスーパーにやってきました。イエーイ。アナウンサー喋り方、アナウンサー。あの、こういうバイクを中継してるんですけど、15分ほど歩きました。いい運動だと思いますね。明日の朝ごはんとお昼ごはん購入していきます。どれ欲しい？すごい、いちごのキラキラね、買いたい。触ってみる。そう、でなんかちょっとボケてるから。はいはい、触ってみますね。結構熱そうですけど。ここからオーロラを見に行くためにこのスクールバスで移動していきます。到着したらこの部屋に着いたんですけど、なんとまあ充実してまして、フリードリンク、フリーお菓子、これを食べながらオーロラが出るまでゆっくり待ちました。外は雪の中、焚き火も用意されてました。これめっちゃチョコが熱そうでさ、大きくてさ、一応こんなやったらどうする？それ、え、絶対それはないわよ。やばい、歯取れるわ。そこまでやばい、歯取れる。なんだ、めっちゃでかいイチゴと思った。おはようございます。はい、外は真っ暗ですが、本日は市内観光に行きます。イエーイ。あとは温泉施設にも行きます。本当に街の中もずっと雪で、あら、かわいいはるちゃんだね、バイバイしてるね、かわいいね。これはねねとはるです。わー、ほんとかわいい子ちゃんたちもいっぱい、強そうな方もいっぱいいました。すごい、超近い。向けて負けた。これから2日目のオーロラを見に行きます。見れることを祈って、行ってきます。口開けて。いい感じですか？作ります。でも携帯固定してたら高いね。カップラーメンメーカー作っております。オイスターヌードル。あ、いただく。はい、皆様こんばんは。
今日はすごく晴れております。ラーメンを食べます。あら、空がた見えない。スーパーで買ったものたちを焼いていきます。2日目の夜はね、肉眼では見えなかったものの、見て、チャラーン、チャラーン、チャラーン。今夜というか今朝、今朝の3時なんですけど、5時の飛行機に乗って帰ります。これからバンクーバーに行きます。これにてカナダ全編以上になります。見てくれてありがとう。次回をお楽しみに。チャオ。